えー、吉田さんサザエさん現象ですねまあ日曜日なんですけどもどちらかというと土日が来るのはねちょっと迷惑ですね私の口から言わせればというのがねあの平日はどこ行ってもあの車もね空いてるんですよ駐車場もスッと入れられるしなんか土日はねなんか混むんですよねで今日ね閉まったと思ったんですけどもあのお歳暮をこう買いにですねちょっと行ったんですよ 夢タウンに。いや、混んでましたね。行くんじゃなかったと思いました。で、待ち時間ばっかり。ね、なんかこう、我慢比べですよ。同じような混む日にお互い行って。で、平日は閑散としてるわけでしょ。何なんだろうなと思っちゃいますよね。その代わり平日、まあ、いろんなサービスとかって使いやすくって、実はね、あの木曜日あたりに遊園地行ったんですよ。ガラガラですね。貸し切り状態。で、十分堪能して、帰ってきたということになります。 君もねそういう環境で楽しんでそして金曜日はスクールの方行ってで金曜日スクール行ったんですけどもなんかね熱が出て帰ってきちゃったんですよであの12時ぐらいに7度一部あるんですけどどうしますってことであすぐ行きますみたいな感じで30分ぐらいしたらもう迎えに行ってですね一緒に帰ってきたんですけども、まあ、これができるのも我が暮らしならではですねうんあのやっぱりインターナショナルスクールって、まあ、比較的金持ちの人が預けてるんですよね うん、でもやっぱり時間までは自由じゃない方が多くてだからすぐに来れますかって言ってもなかなかねやっぱこう高収入の仕事をされてる方はその分だけなかなか自由が利かないところがあるのかなっていう時に、まあ、私はその、まあ、お金もそんなにたくさんじゃないですけども十分暮らしていける分ぐらいあるしで同時に時間もあるんでねやっぱりいくらお金が稼げても時間がすごく忙しくって。 ありませんってなると、これもまた不幸な話ですし、逆に暇だけあるんだけども、金がないっていうのも、なかなか熟知であるものがあるのかなと思いますよね。まあ、様々でございます。ところで今日はね、12月5日、そして日曜日、スーパーペイペイの日でしょう。私の場合はね、いろんな事前条件を加味すると25、25%バックなんですよ。残念ながら34%の最大バックにはなりませんでしたけども、でも25%バックでね、結構買い物させてもらいました。 で、これからももうちょっと買おうかなと思うんですけどもね。うん、なんかちょっと買いすぎですね。あの、エアコンもしっかりつけたのに、同じ部屋にね、ホットカーペットを <laughs> 入れようとして注文しちゃいました。上と下からね、もう <laughs>、カンカンデリでございます。うん。その他ね、やっぱいろいろね、買い物する機会が増えましたね。うん、まあいい加減かもですね、私もね。うん。でも、買ったもの、例えば今回ね、DVD 買ったんですよ。束で。 で、ケースがあるとかさばって送料が高くなるんで、DVD の中身と、あとはジャケットだけ送ってもらって、で、ケースはもうこっちで安く仕入れるということでね、こうやって作るわけですけども、うん、やっぱ送料を少しでもね、削るためにこういった知恵もありかなっていうことと、あと、最近ね、アマゾンプライムで私はね、ランボーの最終作見見ましたね。あの、ファイナルブラッド、ラストブラッドか。ラストブラッド見たんですけども、なんかね、ランボーがまだ若い頃、 そのファーストブロッドの頃ね、アメリカの片田舎に流れてきてそっから事件を起こしてベトナム帰りでどうこうとか言ってねあの心に刺さるシーンがあるんですけどもそうかあのランボーを見ていたのが私の父親の時代ですよロッキーもそうですけどもねそして今は私が見ているというね親子、孫とまでいかないけども、 シルベスター・スタローン自身も自分の人生が映画にあったし私たちファンもスタローンと共に成長して親父になりそして老いていってるのかなと思うとねなんか自分の人生を見ているようでしたねランボーが初めて筋肉ムキムキでスクリーンにあられた時私たち10代の心はやっぱ胸躍ったわけですよそしてランボーロッキーが峠を越えてね30代40代になっていくに従って 体力の衰えを感じて世代交代を意識したときに、私たちも社会の第一線にいなくちゃなって気持ちになったし、エッセランボーやロッキーがもう現役を引退して静かな暮らしをしながら、それでもね、戦場やリングに呼ばれるたびに、私たちももう一花咲かせるんじゃないかな、みたいな感じでね、今に至るわけなんですけども、さあ、どうですかね皆さん、もう一花、二花咲かせられますかねちなみに、56歳、 私の塾生さんでクラウドファンディングでお金を集めてそして運転免許の合宿に行って短期間で免許を取ってそしてこれからビジネスをスタートする方がいます彼もね56歳もう一花咲かせるぞって気持ちで私の速下塾に来ていただいて私の提案通りにクラウドファンディングをしてビジネスをスタートしてくれましたしっかり稼いでね、えー、出資した方に恩返しするという意欲に燃えてますね非常に楽しみですというところで いくつになっても勝負はできる。とといいいうこでござますくつになっても勝負はきる今回はランボーラストブラッドということでねタイトル付けさせてもらいます。いってらっしゃい。